テイクオフ。さあやってきました。これこそが今回メッシュ選手たちの対戦相手です。はい、チキータ。あのそれでの若い相手。楽しそう。そして今回このドローンを操り、メッシュ選手たちに立ちはだかるのは日本チャンピオン高橋徹さんです。すげえ。かっこいい。最先端テクノロジーを駆使し、今や時速100キロ超えで自由自在に動くドローン。そのドローンレースで世界各地を転戦し、数々のタイトルを総まめにする男こそ、映像がすごい、高橋徹、42歳。高橋さん、メッシをご存じなかったって聞きましたけど。え？ぶっちゃけ知らなかったです。もう全然興味がちゃうねんな。はい、一応まあお話をいただいて必死に調べました。まあ相手が蹴ってから僕はコントロールすることができるんで、狙われたところから僕が動いちゃえば、まあ当たんないかなって。まず当たんないですか。まあ当たんないっすね。ちなみに2人の年俸を合わせると46億円です。マジっすか。マジっすか。その2人に勝てば高橋さんの名は世界に知り渡ると思いますよ。マジっすか。やりますよ。頑張ります。やります。いいついたね。いやいや、当てられるね。コーブラ見ないさ、ドローンの実力見せてやります。何ですかこれ。高橋名人、何か用意してますね。これはドローンについた CCD カメラ、その映像がこのゴーグルをつけると見られるようですね。それで正面見れるんだ。あ、でしたら避けれんのか。メッシは食い入るように覗いています。さあ名人、ここからどうする。おお、いきなり上がった。かっこいい。おなる。あまりけたかんぺねえ。あらサッカー界の頂点を極める最強コンビ VS 日本のドローン王者、チャンピオン同士プライドをかけた戦い始まります。いいよ。さあここで改めてルールを紹介しましょう。制限時間は60秒です。ゴールの枠の中を動くドローンを2人で撃ち落とせるかどうかというチャレンジです。メッシ同時に蹴って混乱させる作戦ですかね。No, no, se van a chocar la pelota, pelotudo. Ah, bobo, yo así, bueno. Claro. ¿A dónde vamos? ¿Para allá o para allá? Yo voy a ir más. さあ、試合前から駆け引きもう始まってますね。さあ、いよいよドローン動き始めました。離陸です。はい、はい、はい。メッシとスアレス、最強の2人の前に立ちはだかるドローン。60秒間がいよいよ幕を開けます。まずはお二人同時に作戦通り蹴ってきました。惜しいな今の。さあ次はスワレス狙う。はや。さあ次はスワレス狙う。早いな。さあメッシどうか。ちょっとこれは枠の上か。さあうわっと、これも惜しいところ。スワレス、メッシ惜しい。しかしドローンは嘲笑うように14人。これはちょっと引っかかったスワレス。メッシどうか。さあ残り40秒切りました。スアレス惜しい。おお、これは素晴らしい。わあ、これも惜しい。メッシ、スアレス惜しい。おお、これは素晴らしい。わあ、これも惜しい。メッシ、さあ残り40秒切りました。スアレス惜しい。おお、これは素晴らしい。わあ、これも惜しい。メッシ、ああ、いや世界の頂点に立つ2人、キック大盤振る舞い、ここ狙ってきました。これはどうか。いやしかし残り30秒切ってます。さあ残りが半分を切った。スアレス行く。メッシは、メッシはダメだ。このままか。スワレスどうするぞ。これは惜しかった。メッシも惜しかった。スワレスどうしんぞ。これは惜しかった。メッシも惜しかった。スワレスどうしんぞ。これは惜しかった。メッシも惜しかった。さあ残り15秒切りました。このままドローンの前に屈してしまうのか。メッシ、さあ残りが8。なるほど、スワレスだ。8
チ。さあ残りが8。なるほど、当たった。この勝負勝ったのは英雄のスワレスです。大大喜び、嬉しいでしょうね。タイミングバッチリやったな。さあ一方高橋名人初めて敗れた。やっぱり悔しそうです。いやでも大久保選手やっぱり攻略しましたね。いや本当に見応えありましたね。さあ奇跡の挑戦もう一度ご覧ください。まずは残り50秒メッシのこのキックご覧ください。このシュート、これで実は後ろにカメラありますよね、壊れました、破壊してしまいました。まあ、この時スピードがなんと時速120キロ。いやすごいですね。そして残り15秒切った後このまま逃げ切るかなと思ったところ、このスアレス、なんて言うんですかね、このキック。いやこれも本当にスアレスの本当に、まあ、嗅覚っていうか、はい、それがまたここに出ましたね。いわゆる狙ってコントロールしてショットっていうことですか。はい、そうです。先に本当先読みしてね。見事ですね。メッシ選手今回はどうでしたか。